っぱ自分の中でもまだまだあるので、それを一つ一つクリアして自分が思う最強に少しでも早く近づけるように頑張りたいなと思います。他ご質問ある方。あのいつも入場の時は笑顔が多いですけど、今日はもう特にぶっちゃけ笑顔だと思うんですが、本当ですか？はい、どんなような気持ちでこう入場したんですか？いや、なんか本当にこの会場の音響なのか、本当にお客さんが本当にとてつもなくすごく多いのかちょっとわからないんですけれども、すっごい「おれーな」って聞こえて、本当になんか帰ってきた感が満載で、すごく嬉しくて、すごく気合が入ったのと、やっぱりちょっとやっぱまだ負けれないっていうのと、なんかすごいいろんな感情があって、そうですね、なんかいつもよりは短かったんですけど、入場のその道っていうのは、でもなんかすごく長く感じましたね。なんかこう新しいスタイルをやりたいということで、そのもっとこう長く試そうと思ったら、それとももう行く時に行っちゃおうって感じですか？まあ、そうですね、ちょっとまあ1ラウンド行ってみて、阿部さんのちょっとその顔を見たらもう行けっていう判断だったので、もうちょっとここはもう一目にかかるというか、行っちゃえみたいな感じでした。何が一番こう手応えがありました？まあ、左ボディも入ったのと、やっぱ右ストレートか右フックかががっちり入った感じがしたので、まあ、追撃はしなくていいのかなっていう判断でした。自分の中のこう理想としてたスタイルの 何割ぐらいが出せられたと思います？まあ、正直ちょっと早い段階での KO だったので、自分の進化っていうものはちょっと、まあ、これで明確にっていうわけでは全然ないので、まあ、でもパンチの手応えっていうのはすごくあったので、まあ、次の試合に期待していただければと思います。次は大晦日ですか？ちょっと考え中です。なんでですか？もう5年ぐらい大晦日をしてないので、ちょっといろいろなことを考えて、はい、もっと強くなりたいので、そういう準備期間も必要なのかなと思いつつも、やっぱり大晦日はお祭りなので出たい気持ちもあるんですけど、とりあえず今日はこの勝利を喜びたいと思います。なんかこう大阪のファンに言いたいことありませんか？もうただいまとイントネーション変えてありがとうって言いたいですね。他ございますでしょうか？大丈夫ですか？はい、それでは以上で終了。